ゴビ砂漠から呼び寄せられたモンゴルの鬼、鉄人仮面テムジン将軍、秘密戦隊ゴレンジャー第20話から登場。鋼鉄軍団と呼ばれる複数の仮面怪人軍団を統括した黒十字軍の2代目大幹部。軍人型の立ち振る舞いで、黒十字軍の中でもトップクラスの指揮能力と戦闘力で、武装は三つ股の槍をメインに目から開口線を放つことも可能。最後は地下ミサイル基地をバリブルーに破壊されたため、総統からマグマンとの共闘を迫られ、これを拒否、誇りを傷つけられ、ゴレンジャーと最終決戦へ。戦闘用ジャケットの機能で必殺キックを2度も受け切り、バリブルーンを奪取。ゴレンジャーに特攻を仕掛けるも、青の起点で制御機能を奪われ、さらに機内温度の上昇によって爆散。時折ユーモラスな一面を見せたり、その行動力の高さから部下からの信頼は非常に高かったほか、最後まで高潔な武人道を見せ、敵ながらあっぱれと称賛された大幹部でもありました。